ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。よーし、準備ができたわ。どうしたんだ霊夢？家でか？私は、これからエジプトに行ってくるわ。魔理沙とはしばらく会えなくなるよ。どうしたんだ急に。エジプトでピラミッドの謎を暴いてくるわ。ピラミッドといえば世界の七不思議の一つとも言われていて、とにかく謎に包まれた建造物なんだよ。私はミステリーハンターを目指すわ。霊夢、確かにピラミッドは多くの謎に包まれていて、ロマンが溢れるところだけど、実は日本にも、近年ミステリーマニアたちが大注目している超ド級のミステリーがあるのを知っているか？え、日本にもそんな壮大なミステリーがあったのか。なんかそっちにも興味が湧いてきたわ。気が変わるの早いな。じゃあそんな霊夢のために、日本に眠るミステリー日本3期を解説してやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に、日本三期とは何なのか？ここから話していこうと思う。そうね。日本三期って一体何なんだろう？この日本三期っていう名前すら知らなかったから、まずは簡単に説明してほしいわね。じゃあ、簡単に説明していくぜ。実は日本には、古くから奇跡と伝えられる、世にも不思議な人工物が3つほど存在しているんだ。それを日本三期と呼んでいるんだよ。日本にもそんな正体不明の人工物が実在するなんて、全然知らなかったわ。私、ミステリーハンター失格だわ。まあまあ、霊夢。そんなに落ち込むことはないぜ。これからみっちり紹介してやるから安心しろ。そうよね。じゃあ、具体的に日本三期にはどんなものがあるの？どれも本当に奇妙なものばかりなんだぜ。一つ目は、未来を予知する力が宿ると言われている四駆の進化魔。二つ目が、宇宙人が作ったという説が残る謎の巨大建造物石の宝殿。そして三つ目が、標高1574メートルの山頂に突き刺さる不可解な矛、天の坂矛だ。おお、進化魔と石の建造物と謎の矛か。どれもとても神秘的で気になるわね。ミステリーハンターの血が騒ぐわ。そして、これらの人工物には不思議な共通点が二つある。それは、これらすべてが神社に関係するというもの。そしてもう一つが、いつ、誰が、何のために、どうやって作ったのか？実はその由来は諸説あって、人間の常識や現代の科学の力をもってしても、未だにその明確な答えが得られていないということなんだ。今の科学の力を駆使しても、全く説明することができないのね。まさに日本三期と呼ぶにふさわしいわ。そうなんだぜ。そして日本三期の木とは、珍しく不思議なことということなんだ。これは江戸時代に諸国を旅した医者、立花南慶という人物が記した書物の中で、三つの奇跡と紹介されたことから日本三期と呼ばれている。そして、その日本三期の謎が悠久の時を超えて、今もミステリーマニアたちを魅了し続けているんだ。200年前の江戸時代にミステリー好きのお医者さんがいらっしゃったんだね。ますます興味が湧いてきたわ。早く日本三期について詳しく紹介してほしいわ。いつになったら本題に入るの？相変わらずせっかちなやつだな。じゃあ、そろそろこの日本三期の中身について詳しく解説していくぜ。まず最初は、未来を予知する四駆の進化魔について解説するぜ。鎌が未来を予知する？明日魔理沙が死亡するとか？やめろ。縁起でもないことを言うんじゃない。しかもそんな個人的な予言はしてくれないぜ。そうなんだ。その不思議な鎌はどこにあるのさ？宮城県塩釜市にある岡間神社に祀られている。神社の中に、水の入った四つの鎌が置かれている。一体誰が、何のためにここに置いたの？大昔、この神社の祭神塩土の叔父が、人々に塩作りを教え広めていたそうで。この鎌は、その時の声援に用いられたものとして伝えられている。もともとは七口あったそうだが、そのうち三口は盗難に遭い、後に四駆の新鎌として法案することになったと言われているぜ。そして、奇妙なのがこの四つの鎌は、雨ざらしの状態だが、水が溢れることも干上がることもないそうなんだ。それがまさに日本三期の一つに数えられているゆえんだな。かなりミステリアスな話だわ。でもそれだけではない。この鎌には、さらなる不思議な力が秘められているんだ。そうだったわね。未来を予知してくれるのよね。私の将来の結婚相手は誰なの？だからそういう予言はしてくれないぜ。この未来予知は非常に不思議で、普段は溢れることも枯れることもない鎌の水が、世の中に異変や厄災が起こる時に変色するというものなんだ。例えば、江戸時代に編纂された塩釜町方留書によると、寛永13年の2月に水の色が変わった際には、この地域を治めていた藩主、伊達政宗の病が発覚。
祈祷の甲斐なく、3ヶ月後に逝去したことが記されている。そして政宗が亡くなると、水の色は元の色へと戻ったそうだ。死を予知する釜なのね。いや、これは絶対偶然ね。実は元禄2年にはあの松尾芭蕉もこの新釜を拝観するために、小釜神社を訪れたと言われている。その神秘的な力は当時から全国的な話題を呼んでいたんだ。実際、江戸時代には新釜の水の色を常に見張り、変色した際には藩への報告が義務付けられていたと言われている。そして近年になってからも、四区の新釜の不思議な力を示す出来事があったんだ。平成23年に発生した東日本大震災だ。嘘。地震の直前に水の色が変わったとでも言うの？そうなんだ。3月11日の朝、この神社を管理している人が、普段は錆で赤茶けた色味の釜の水が、4口のうち2口が、透明に変化している様子を目撃した。その後、東日本大震災が起こったんだ。驚くのはここからだ。地震の後、津波がこの地域に押し寄せ、周辺の場所は浸水したにもかかわらず、この4区の新釜の周辺で水が止まったんだ。そしてまるでバリアに遮られるかのように左右に分かれていったんだ。それは本当なの？それはたまたま、この4区の新釜が高い場所にあったからじゃないの？そう思うよな。でも実際に津波が押し寄せた周辺の場所と、この4区の新釜がある場所はあまり変わらないことが分かっている。とにかく不思議な現象であったことは確かだな。まさか、不可解すぎるわね。事実として、この4区の新釜が津波による被害を免れて、今も残り続けていることは確かだ。新釜と呼ばれるのにふさわしいわね。次にまた大きな天変地異が起こるときには、また水の色が変化するかもしれないな。ちょっと、怖いことは言わないでよ。いや、今の日本ではいつ大きな災害が起きてもおかしくないんだ。日本は、地震や火山活動が活発な国だ。南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの、マグニチュード7以上の地震が30年以内に 70% 以上の確率で発生すると言われている。その時、この釜が本当に色が変わっているのか、とても気になるんだぜ。確かに、その規模の地震が来た時には変化がありそうね。次は石の宝殿についてだ。兵庫県高砂市の閑静な住宅街の裏山にひっそりと佇む大彦神社。実はこの神社には、とんでもない巨大な石造物が祀られているんだ。何これ、スーツケース？そんなわけないだろ。これは石の宝殿と呼ばれており、幅 6.4 メートル、高さ 5.7 メートル、奥行き 7.2 メートル。重さ500トンの巨大な石造物だ。500トン？よく見ると、この巨石、水の上に浮いてない？石の宝殿は三方が断崖に囲まれた狭い空間にあり、深く切り込まれたくぼみに溜まった池の水面に浮かんでいるようにも見えることから、俗に浮石とも呼ばれている。浮石、この石は本当に浮いているの？いや、実際には浮いていない。岩盤から切り離す直前の状態で残っているものだ。そもそも浮石というのは、浮いていることを指すのではなく、基盤から有利仕掛けて、グラグラとしている不安定な石のことを指すらしい。なるほどね。こんな巨大な石が浮いてたらここだけ無重力ってことになってしまうわよね。そもそも、一体これは何のために作られたものなの？実はそれが全くわかっていない。人がのみで加工したような跡が残っていることから、人工物であることは確かなんだ。しかし、いつ、誰が、何のために作ったのか？家のような形をした神殿なのか？そもそも完成しているのか？未完成なのか？現地にこのまま置かれる予定だったのか？それとも引き起こされる予定だったのか？どこかに運ぶつもりだったのか？などなど、この神社には記録が一切残っていない。そのため、ほとんどが謎に包まれているんだ。謎に包まれてて何もわかっていないんだ。そしたら、この話はおしまいかしら。待て待て待て。神社に記録がないだけで、この石の宝殿が出てくる書物はちゃんとあるんだ。それを早く言ってよ。この石の宝殿が書物に出てくる最も古いものは播磨の国風土記。これは730年前後に編纂された書物で、聖徳太子の時代に物部の森屋という人物が作ったと書かれている。つまり聖徳太子が生きた飛鳥時代にはすでに存在していたということになるんだ。となると、約1300年前には確実にここにあったということね。一体何のためにこんな巨石が作られたのかしら。石の利用目的については、諸説ある。巨石はろ過装置で、頂上部に開いた穴から水が石の内部に入り、ろ過された後、下側にある池に注がれる仕組みになっているという最もらしい説のほか、
宇宙人と交信するために作られた古代の通信装置というまるで SF のような説まで存在するんだ。この巨石に穴を開けて調べてみたら全てが明らかになるんじゃない？今から調査に行くわよ。多分それは捕まるぜ。そして、最も有力な説は、古墳の石棺に使われる予定だった石という説だ。大志子神社のある龍山丘陵は溶血凝灰岩でできた岩山で、古代から1930年頃まで採石場だったんだ。非常に加工がしやすいことから、古墳時代にはここの石を使って石棺が作られたと考えられている。古墳を作るためのものだったかもしれないのね。こうした歴史から、この巨石は古墳時代からあり、この場所で岩盤を削ってできたもので、機内に建造する巨大古墳の中心に据える石棺となるものだったという説が主流になっている。確かにその説が有力そうだわ。そう、つまり古墳の石棺として大阪や奈良に運ぶ予定だったが、何らかの理由で加工の途中で放置されたということだ。でも重機のない時代に500トンの巨石をどのようにして機内の古墳まで運ぼうとしていたのか、またどのような経緯で巨石が神社の御神体になったのか、これらのことは今になってもわかっていない。本当に謎の尽きないスポットだわ。今度行ってみようかしら。巨石の周りには通路が設けられ、実際に触ることができるんだ。右側奥の角は50センチほど削れており、その部分に触れると神秘のパワーがもらえると信じられており、大志子神社は近年パワースポットとして人気を集めているんだ。最後は天の坂鉾について解説していくぜ。そもそもだけど鉾って何なの？ここは長い柄の先に刃がついていて、槍の元になった武器と言われている。武器ってことね。天の坂鉾は鹿児島県と宮崎県の県境にある、高千穂の峰と呼ばれる火山の山頂に突き立っているんだ。一体誰が突き刺したの？日本の神様だ。うん？神様？ああ、伝承によれば、天上の世界、高間ヶ原にいた二荷神事という神様が、高千穂の峰に降臨した際に、この天の鉾を持っていた。そして足原中国が争いなく安定する国であることを願って、鉾を高千穂の峰の山頂に突き立てたという説だ。天孫降臨って神々が地上に降りてくるっていう日本神話のお話だったわよね。そう、他にもこんな説もある。イザナキとイザナミの二柱の神がこの天の鉾を持っていた。日本を作るとき、雨のぬぼこを大地に突き刺してかき回した。そしてその矛を引き抜き、矛の先から落ちたものが日本列島の始まりという説だ。日本をねるねるねるねしたのね。子供の頃よく食べたな。さらに修験者説というのもある。修験者説？実はこの辺りは修験道で有名な場所で、多くの修験者たちの信仰と修行の山だったんだ。その際に修験者が信仰の一心で山上に置いたのではないか？という説だ。だけど天の坂鉾の由来には諸説あって、どの説が本物なのかはよくわかっていない。つまり誰が、いつ、どのような目的でこの鉾を突き刺したのかは謎に包まれたままなんだ。そもそもだけど、これは本物なの？実はこれはレプリカなんだぜ。高千穂の峰は火山のため、たびたび噴火を起こすんだ。本物の鉾は噴火のたびに被害を受け、折れてしまったそうだ。だから現在の鉾は後に作られたレプリカということらしい。なんだ、やっぱりただのレプリカか。だが天の坂鉾の絵の部分だけは、現在も地中に埋まっているのだそうだ。え？そして、本物の天の坂鉾の折れてしまった刃の部分は、回収され、島漬けに献上された。だが時が流れ、様々な人手を転々と渡った挙句に、行方不明となってしまったんだ。あらら。でも今地中に本物が埋まっているということは、引き抜いて調べてみたら、いろいろとわかるということだね。今から向かうわよ。さっきは穴を開けようといい、今度は引き抜こうというのか。今日のお前なんか危険だな。でも実際にこの矛を引き抜いた人物がいるんだ。え？誰？坂本龍馬だ。薩長同盟で有名な人ね。実は坂本龍馬には、坂鉾にまつわるこんなエピソードが残っているんだ。今からおよそ150年前、坂本龍馬は妻のお龍を連れて、高千穂の峰を旅行しに来たそうだ。実は、これが日本初の新婚旅行と言われてもいる。新婚さん、いらっしゃい。もう突っ込まないぜ。その時、何を思ったのか、坂本龍馬は天の坂鉾を突然引き抜いたんだよ。鉾には予想外の滑稽な天狗の面があって、模様を見て二人で笑ったという話だ。ちなみにだが、当時この高千穂の峰は女性立ち入り禁止の場所だった。え？龍馬の奥さんは、どうやって登ったの？男性の格好をして登ったそうだぜ。変装していったのね、欲張れなかったわ。このエピソードは、
坂本龍馬が姉に宛てた手紙の中で綴っていて、桂浜の坂本龍馬記念館に現存しているんだ。ちゃんと記録が残っているのね。それにしても、高い山の頂上に誰が何のために突き刺したのかわからない矛っていうと、確かに神様が突き刺したんじゃないかって思わせるわね。そうだろう？それにこの山がある宮崎県には、天照大御神が隠れたことで有名な天の岩戸が見られる天の岩戸神社や、天照大御神が岩戸に隠れた時、八百万の神々が集まって相談したという伝説が残る。天の安河原など日本の神話では重要な土地などがいくつも存在するんだ。神話のふるさとなのね。そうなんだ。宮崎県にはパワースポットなんかも多いからぜひ行くことをおすすめするぜ。すごい土地ね。よし。私もパワーをつけて、天の坂鉾を抜いてみるわ。いや、それ無理って言っているだろう。さて今回は、日本に伝わる郷土級ミステリーの日本三奇について解説したけどどうだった？日本にまさかこんなに謎の多いものが眠っていたなんて、非常に驚いたわ。聞けば聞くほど、謎が深まって面白かったわ。エジプト行きは中止にするわ。まずは日本三奇の謎をすべてこの手で暴いてやるわ。ミステリー王に俺はなるだわ。霊夢よ、くれぐれも罰当たりなことだけはやめるんだぞ。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。